あともう少しで待ちに待った夏休み。子どもたちが一年で最も生き生きとしている時期です。そんな子どもたちにとって夏といえばやはりプール。萩中公園にある区民プールは昭和37年に開設。以来夏になると毎年ご覧のような盛況ぶりです。また東調布公園にある屋外プールも地元の子どもたちの人気スポットになっています。夏の暑さにも構わず自転車で元気に街を走り回る子どもたち。大田区にはサイクリングが楽しめるコースがたくさんあります。こちらは夏の巡回子ども会の様子。今はもうあまり見られませんが、かつては夏休みの楽しみの一つでした。いろいろな生き物と触れ合えるのも夏ならでは。こちらはスズムシおじさんの愛称で親しまれた地元の昆虫博士。夏といえばやはりこれ、お化け屋敷です。怖がる子、面白がる子、子どもたちの反応は様々です。子どもに限らず大人にとっても様々なイベントが目白押しの夏は心浮き立つ季節。今年はどんな夏の楽しみが待っているのでしょうか。